黒又川第二ダムは、新潟県魚沼市、品野川水系黒又川に建設されたダム。高さ82.5メートルのアーチ式、コンクリートダムで、電源開発の発電用ダムである。同社最初の溶水式水力発電所、黒又川第二発電所の上池を形成し、主体系、黒股川第一ダムことの間で水を往来させ、最大一万七千キロワットの電力を、 発生していた。現在では用水発電を行っておらず、黒又川第二ダムに自然流入する水のみで発電所を運用している。魚野川の支流で、破綻川に注ぐ黒又川では、電源開発によって1958年に黒又川第一ダムが建設されていたが、引き続き1961年、その直上流部へ、黒又川第二ダムと黒又川第二発電所の 建設に着手。豪雪で知られる土地であったが、わずか3年後の1964年に完成した。現在、ダムを1機建設するのに20年以上要することを考えれば、異例の速さである。新潟県内には三面川の奥三面ダムと、かず川のかし川ダム、そして、黒股川第二ダムの3機しか、アーチ式、コンクリートダムはない。電源開発は、 この後、同じ品ガ川水系の河川においては、清津川上流にて、二拠ダム、滑車ダムを利用した、大規模揚水発電所、奥清津、奥、清津第二発電所を建設している。ダム湖には黒股川の水のほか、破綻川の支流、末沢側にある末沢川第二主水ダムから、発電用水を確保している。ダム直下の黒股川第二発電所は、 かつて下流の黒股川第一ダム湖を下池として溶水発電を行っていたが、現在は自流式発電を行っている。黒股川第二ダム周辺は有数の豪雪地帯であり、冬季は積雪で通行できず5月中旬までダムには近づけない。さらに現在では、新潟豪雨と新潟県中越地震によって落石、崩落が起こり、 黒股川第一ダムから黒股川第二ダム間は2004年以降、災害通行止めとなっている。ありがとうございます。